お前は。カレン、何？カレン・オルテンシア、私の名前です。カレン・オルテンシア。俺の名前は知っています。エミヤ・シロウ、セイバーのマスターにして聖杯戦争の勝者でしょ。あなたのことはこちらに来る前に調べました。俺を調べた？どういうことだ。俺はあんたとは初見だろう。そのあんたがどうして俺を調べるんだ？初見だからこそ事前に調査するのですが、エミヤ・シロウ、あなたは自分というものを正確に把握していません。今の言いようでは自分は無害な人間だと主張しているように聞こえます。いや、無害じゃないけど、有害ってわけでもないんじゃないか、俺。自覚はあるのですね。良いことです。自分は無害などと主張するようでは、労働を強いるところでしたから。一つ、好感を持ちました。あ、いや、どうも。どうも調子が来る。無害か有害かは後にしてくれ。今はそんなことより。お前は一体何者だ？どうして俺を調べる？いや、俺のことより町のことだ。あんな怪物の群れを連れて一体何をするつもりなんだ？私が怪物を引き連れているですって。なんだよ、すごんだってごまかされないぞ。俺は確かに見た。いや、俺じゃないけど、あんたが怪物どもで町を埋め尽くすのを何度も見たんだ。しらばっくれるな。他の人間なら騙せるだろうが、
俺だけは騙されないからな。パツエンザ。主よ、この者の占領と暴言を許したまえ。ついでに私の消しがたい怒りも沈めたまえ。は？失礼、余分な時間を取らせました。聖杯戦争の勝者がこんなに物分かりの悪い人間だとは思っていなかったもので、つい質問に答えます。私はあなたたちを調査監督するために派遣されたものです。あなたたちとは聖杯戦争に参加した魔術師のこと。主な目的はこの町に再び現れた聖杯の波動を究明することです。あんた敵じゃないのか？あなたがそう思わないのなら敵として扱われることはないでしょう。私は有害ですが、私を有害と捉えない者には無害ですから。いや、しかし。カレンって言ったな。何なんだこいつら。飼い主なんだろう。おとなしくさせられないのか。ですからそれは間違いです。エミヤシロー、私は彼らとは無関係です。無関係って本当に？本当です。何でしたら主に誓います。なんだよ一体。怪我してるならおとなしくしてろってば。今は私の傷よりあなたの安全を優先します。私は彼らとは無関係です。彼らの視界に映るもの、いえ、彼らが自発的に害をなすのはあなただけなのですから。俺にだけ？そうだ、お前も。すでに見ていたのですね。ですがご安心を。ここでなら私は影響を受けない。いいえ、この子たちでは私を変質させられない。私を変えられるのは悪魔と呼ばれる現象だけですから。
響を受けない。そう、ここでは怪物はみんな死にますから、私もあなたもこうして普通に話せます。怪物はみんな死ぬって、こいつら動いてるんだけど。彼らは別です。元から生きてはいないのです。見てわかるでしょう。あれはただの残骸です。一体一体の力は大したものではありません。あなたのお城は私が守る。日が変わるまでの間、なんとか生き延びなさい。なんとかって簡単に言ってくれるよな。トレース。オン。
いなくなった。最低。でも合格です。これでようやく私とあなたは出会いました。待て、まだ話は。いいえ、あなたとはここまでです。今回のあなたではこれ以上は無理。けど、これでまた一つ隙間が埋まったわ。あなたが望むなら、これからはいつでも会うことができる。良い夢を。目を覚ました後、あなた一人で私の家に来てください。